吉田さん、卓球やったんですか？楽しかったでしょ？疲れたけど。そう、それで中学の頃鍛えた筋肉っていまだに使えるのは、私もね、同じように感じるところがあって、10代の頃に作り上げた肉体って40になっても50になってもね、自らを支えてくれるんですよね。特に若い頃に苦しい思いをした、それが記憶にあると、あの頃これができたんだからっていう思いがね、精神的にも支えてくれるんですよ。で、実際あらゆる筋肉が10代の頃に作ったものが内在している状態なんで、ちょっとトレーニングしたらね、また湧き上がってくるんですよね。私もね、非常にそういう状態で、未だにですね、腕立て伏せって100回以上できるんですよね。50になろうとして、まともに毎日運動してなくて、腕立て伏せ20回とか30回とか結構きついと思うんですけども、さささっと100回ぐらいできるんですよね、今でも。それはちょっとね、私自分ながら頼もしい体があるなと思ってますよね。でちょっと頑張ったら200回できるんじゃないかなと思いましたけども、まあ脱臼してるんでね、脱臼してるんでこの辺にしとこうかなと思います。あとはなんかこう、ビジネスで鍛えた経験っていうのは結局その後の人生にも培われているっていうかね、FX ってそれが顕著に現れていて、一回勝てるようになったらずっとそのまま行くんですよね。でプラスアルファで力をつければもっといけるようになるし、悪くても鈍るってことはないんですよ。本当にビジネスってのは、まあ、FX をビジネスというかどうか別にしてね、アフィリエイトの仕組みも、アフィリエイトのアルゴリズムが変わっても大体の概要がわかるんで、自分の力量で通用するのか通用しないのかってことがすぐに測れたりとか、詐欺商材なんてすぐに見分けられるようになりましたね。まあ最近は詐欺商材見ないですけどもね、でもね。なんかインチキコミュニティっていうかね、なんかあるんですけども、コミュニティに入ったけどサポートがないみたいな、そういうのはあるらしいんですけども。それはだからコミュニティのセールスをしている人がセールスの時にいきなり出てきたのか、それともずっとね、定期的な発信をしていてその上でやってるのかで見分けるぐらいしかないかなと思いますけど、まあでも他のコミュニティ今となって必要ないですね。速稼塾があれば十分ということでございます。最近速稼塾のコミュニティの中でもね、オンラインビジネスで成功した50代の主婦の方がいらっしゃったりとか、それからね、株スクールを始めた弟子とかがいて、非常に頼もしく華やいでますね、なんか非常に成功者ばっかり出てきて嬉しいなと。隠居をし始めてこれほどはっきりとね、うまくいった人が出てくる瞬間っていうのはあんまり立ち会えないんでね、年に1回ぐらいですからね、まあ、今年は年が始まったと同時に自分のコミュニティを持てるような弟子が出てきて本当に頼もしいなと思ってますね。これからも最大限支援していこうかと思います。それでは。